はホワイトデースペシャル企画、ニーナとデートしない？あ、来た来た。今日は来てくれてありがとう。あのね、今日はいつもツイッターとか動画を見てくれたり、家族、親戚、友達にニーナのことをおすすめしてくれたり、ツイートがバズった時ニーナのこと宣伝してくれているあなたに感謝の気持ちも込めて、ホワイトデースペシャルデートプランを考えてきました。まずデートといったら公園で散歩かなって思ってここで待ち合わせにしたんだけど、ニーナデートなんて初めてだから合ってる？天使？いや私もそう思うけど、あなたから言ってもらえたらさらに嬉しいな。あのね、実は普段運動不足だって言ってたなって思い出して、公園で遊ぶのもいいかなって思ったの。運動できるしお散歩できるし、いい考えじゃないですか。え、へん。ということで行こっか。あー楽しかった。運動してたらお腹が減ってきちゃったね。実はお弁当を作ってきたんだけど、食べよう。私の部屋キッチンがないから、いろんなものを詰め合わせてきたんだけど、大丈夫、美味しいもの選んできたから。はい、じゃあ唐揚げ。あーん、美味しい。よかった、どんどん食べて食べて。お腹いっぱいになったら映画でも見に行く？それとも夕焼けでも見に行く？じゃあ夕焼け見に行こう。わあすごい、夕焼け綺麗。今日一日楽しかった。あなたはどうだった？私デートしたことなかったから楽しんでもらえてたか少し心配。笑ってくれたっていうことはいい思い出になったっていうことですかね。私も楽しかった。今日が終わってもニーナとボスをよろしくお願いします。まだまだ私も認知が足りない新人 VTuber アイドルだから、へこたれることもあると思うけど、その時はあなたが私を応援してくれる、リツイートしてくれる、動画見てくれるって思ったら頑張れるんだ。ってあれ、なんか汗かいてません？ん、顔が青く、あれあれれ、大丈夫？わあ、食中毒だったらどうしよう。もうデートには手作りお弁当って言ったボスのせいだ。誰か助けてー。